い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む崎亜美です。以前から編んでいたプルオーバーが完成しましたので、少しお披露目していこうと思います。こちらは糸は浜中さんのアメリー F、 このラメが入った糸を使っています。この色を7玉と、こちらのグリーンと白を1玉で編み上がりました。モチーフの方とこちら下はモチーフをつないでいるんですけど、こちらは5号針で編みました。で、身ごろと袖の方は棒針でこのように編み込みを入れていって、こちらは6号で編んでいます。ヒップ周りとウエスト周りで少し編み地を調整して、少し、ウエストの方でラインが締まるようにしました。で、お袖の方も全部このように模様を入れて、袖口をこちらモチーフを入れました。で、モチーフをこのつなぐ時も連続でつないで、なるべく糸を切らないように工夫しました。で、今回おすすめしたい方法がありますので、一つ紹介しておきます。こちらの襟の部分なんですけど、襟のところにもモチーフを入れたかったので、このモチーフをこの裾の部分よりは少し小さくして、この分かりますかね、この四角の一つをこの裾の部分よりも少し小さくして工夫しました。そしてこれを襟元に持っていくときに、この襟のサイズ合わせるために、このモチーフをつなぐときに片側だけ少し広くしています。このように少しこちらよりも広くして調整しました。それからこのモチーフと身ごろをつなぐときも、すくい閉じなどするのではなくて、今回このつなぎ方はモチーフつなぎを使ってみました。で、こちらのモチーフの部分と身ごろの部分の長さはほぼ同じなんですけれども、目数が身ごろとモチーフのところで違うので、このモチーフの一つに身ごろを2回すくって2回分入れて調整して、モチーフつなぎ、鎖ですね、鎖のモチーフつなぎでずっとつないでいきました。そしたら、まあ、表側も中側も綺麗につながったので、いい方法じゃないかなと思うので紹介します。で、つなぐ時もこの全体のバランスを見ながらつないでいけるので難しくはなかったです。この襟の先の部分もこのようにきれいに留めることができたので、この方法いいと思うので、ぜひやってみてください。はい、今回は短いですが、ここまでで終わります。よかったら参考にしてください。では最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む崎亜美でした。またお会いしましょう。